今日は日本一の美少女カメリンさんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは。カメリンさんのちょっと自己紹介、今から俺のね、はい、錦鯉に餌やるからさ、で自己紹介。怪しいおじさんだね何名前は。あ、じゃあ私から、はい、皆さんこんにちは、カメリンです。あ、世界一の美少女カメリンです。あ、よろしくお願いします。やっぱり茶屋さん、はい、こんだけ美しい方いるんですね、日本に。この世にいるんですね。いや結構人気で今カメリンがもう今アイドル化やば。カメリンってやっぱり俺もいろんな人間会ってきたけど、カメリンより可愛らしい子に見たことないですよ。あ、そうですか、やっぱり、うん、そう。すいません、ごめんなさい。だから結構今もうアイドル的だよね、うん、だからもうカメリン争奪戦でやばいやばい、やばいですね。あれ秋もねカメリン狙われてるよ、うん、困っちゃいますね。困っちゃうよ。でマルもカメリン推しなんだよ。そうなんです。でチャガーももうカメリン、カメリンで、俺もカメリン推しなんだよ。もうみんなで取り合いになっちゃう。そうで今日はあったじゃん、石原さんが無人島になんかみんなでカメリンを取り合いするとかわけわからんことだったよね。企画としてはいいですけどカメリンを取り合うために殺し合いになる、はい、うん、言ってましたね。やっぱカメリン今日はやっぱいいわ。いいでしょ。めちゃめちゃ今日サングラス変えたんですけど、いやもう本当に、はい、あの俺カメリンを本当に主役で本当に出会えて、ね、こんだけ綺麗な女性と一緒にさせてもらうだけで、はい、どうしたこのパターン。今日またカメリン、じゃあ、はい、錦鯉に餌やりやるから、はい、正座しなくていいですよ。はいはい、一つね、はい、伝えなきゃいけないことがあるんだけど。ははは、何でしょう。やめとくわごめん、ちょっとごめん、下ネタ禁止されてるの忘れてた。あー、じゃあダメです。我慢します。高橋さん笑っちゃって。何何、どうぞ。あの、私ほど可愛い女の子っていますか。いや、いないですよ。ですよね。私もね、あの世界中いろいろ旅してきたんですよ。うん、なんかやっぱり私ぐらいの美少女いないっていないですよね。やっぱさ、他の人に失礼なんだけど、ちょっと言葉悪いんだけど、カメリン見た後に他の女性見たら、ちょっと他の女性がなんかね、はい、もう引き立たなくなるっていう。カメリンが綺麗すぎて、俺らはもうカメリン推しだから、応援団だから、はい、だからカメリン以外の女性見た時に、ちょっとまあ言葉悪いですけどね、ブスじゃねって思っちゃうね。で、チャガヨなんかいつもそうよ、うん、カメリンが可愛いなっていう、うん、アイドルなんでね。そう、アイドルなんで仕方ないです。もうな、溢れ出るオーラが内側から。お前 AV 出るか。いやですそれはダメ。あ、ごめんなさい、字が出ちゃった俺、はい、アイドルなんですからね。あ、ごめん、そうです、はい、アイドルです、はい、正統派の。そうそうそう、あくまでも正統派の。そうそう、俺テクハラおじさんで有名なんでお前 AV 出ろっつって恋に餌あげましょうよ。わかった、ごめんごめん、カメリン、ごめんごめん、すいません、カメリン、冗談冗談。大丈夫です、大丈夫です。じゃあカメリンさん、はい、どうぞどうぞ、はい、俺気づいたことあるんだけど、そのメガネかけたら誰でもバカに見える。あ、やっぱりマジでですよね。あのね、あのメガネかけたらちょっとね、話しかける、話しかけづらいメガネだよね。あ、やばい人じゃない。これダメですね、これじゃ。だからカメリンも今まであのバカメガネかけてさ、カマキリ言われとったよはい、あれバカメガネの白で、これのせいだ。そうで、カメリンは、はい、あの今後アイドル活動を やる上で、うん、どうですかアイドル活動をやる上でどうですか、うん、あの高橋さんがもっとあの宣伝していただければちょっと、うん、人気出る、人気急上昇ですね。そうやな、はい。結局カメリンが最終地点何になりたい、 YouTuber になりたいのか女優になりたいのか、うん、ね、以前から出演を検討されてるそのセクシー女優になりたいのか何になりたいのか。自分はお笑い芸人になりたいです。お笑い芸人か。じゃあ俺がギャグを授けた方が。あ、いいです、大丈夫です。なんでや、間に合ってます。さっきさんさん授けちゃったやん。あれはちょっとでもね、あれを言うときはそっちのメガネがいいかもね。ああ、はい、ああ、だからカメリンがマジでお笑い芸人になりたかった。まあ、
まあ、一時は目指しておりました。何歳まで？何歳まで？何歳までお笑い芸人を目指してたの？2年間。何歳から何歳まで？高校を卒業してから2年間。で、結局なんで挫折した？あ、まあ、一緒に相方がおらなんだという、うん、ああ、そうですね。ことですね。あ、ピン芸人で。あ、ピンではちょっと自分どっからそういう事務所に所属してたの？あ、事務所には全然所属してないです。じゃあどこで、舞台はどこだった？YouTube 舞台ですか？舞台はもう、これはまあ、自分の家です。あ、自分の家で漫才、一人漫才、それみたいな。え、自分の家でカメラを撮ったの？それカメラはないです、その時は。カメラなくて、ただ観客は友達やら。で、カメリンがどうもみたいなの出てきたよな。あまあ、それはどうか知らんけど、お笑い芸人か。いやでもアイドルの方がいいと思いますけどね。こんだけ綺麗な子いないもん。ああ、こんな可愛い子いない。今回動画の題名、世界一綺麗な美少女っていう題名だから。あ、そうか。あの錦鯉を観察したらヤバすぎた結果っていう、どうでもいいクソ動画だから。ヤバすぎ。まあでもね、うん、カメリーファンが、お、食べました。ちょっと入れ、入れ、ちょっと待って。はい、食べました。うわ。カメリン。はい。ちょっとカメリン、こんな感じで入って泳いでくれ。あ、いいですけど、今は真冬なんで。はい。ちょっと飛び込めよ、こんなか。ちょっと今真冬なんでね。時期的に厳しいので、また夏が来たらやりたい。やばい、ごめん。恋と泳ぐ。恋と泳ぎたい。そうそう。恋と泳ぐ少女。泳いでみろって。泳いで。俺最近言われてるのは、パワハラセクハラ、いい加減にしとって言われる。まあでも監督ですからね。そうだな。うん。じゃあカメリン喜んでんだって、だから。ですよね。うん。はい、わかります。カメリン、じゃあちょっと、はい、全裸になって飛び込め。あ、ちょっと、ここではちょっと。服全部脱いで飛び込め。あ、ちょっと脱いで。ごめん、カメリンごめん。もうちょっと脱いで。あ、わかりました。まあ、NG で。NG?NG、はい、です。すいません。あの、視聴者の人が言えって言ってくるからさ。あ、代弁しとるだけですか。そりゃ言いたくねえよ、かっこ悪い俺だって、そんなもん。だってさっきなんて言ったら、全裸になって飛び込めよ。犯罪じゃないか、そんな。服を脱げ、全裸になって飛び込めって。ただ俺、カメリン喜んでると思ってんだよ。まあ、ちょっと喜んでます、ね。うん、ご褒美だ、ご褒美。ご褒美ですか。うん、はい、飛び込め。はい、これ多分バットオフが乗される。ああ、本当ですか。カメリンの仲がいいから、うん、まあ言えるってことですか。そうそうそう、あと彼女喜んでる。喜んでないですよ。はははははは、喜んでない。ごめん、カメリンごめん。これ喜んでるんかなと思って。いや、動画売ってて、お笑い芸人じゃん。あ、はい、だから、うん、お笑い芸人だったら恋と一緒に泳ぐとかさ、うん、ね、そういうインパクトを求めるから。あ、そうですね。だからそういう意味で、うんうん、あ、でも彼に中途半端よ。だから顔が可愛いからさ、はい、やっぱ顔が美少女だから、うん、俺らもちょっとそのいじりづらいのある前から。ああ、そうですね、うん、申し訳ないです。それはそうそう、顔が綺麗すぎるからちょっとお笑いにならないんだよな。あ、はい、うん、確かに。カメリン、ちょっとこっちの眼鏡の方がいいんじゃないか、やっぱり。ちょっと付け替えてみろ。お前、その眼鏡どうにかしてよ、ほんと。こっちの方がでも、あの、ちょっと愛嬌は、愛嬌っていうか、やっぱりこれがいいよ。ただ、あの、カメリンがその美少女モードに入った時にあっちに変えるみたいな。これに、はい、ちょっと変えて、うん、この違いを楽しんで。あ、うん、違う。そうそう、やっぱ可愛いんだよ。可愛い。うん、あの、カメリン、中学時代に、はい、めちゃめちゃ学校でモテたらしい。あ、マジですか、うん、やっぱり、うん、ちょっと内緒です。うん、めっちゃモテてて。あ、モテそうだもん。あ、うん、俺も声かけたかったわ、同じ中学校やって。あー、多分いっぱいいるからあまり気づかなかったかも。そう、アイドルだよ。そうですね、アイドルに手を、そうなんて、うん、名古屋の某アイドルだよ。はい、でアイドルって、なんで売れてねえの、じゃあ。
分かるんですよ。頭悪いからいや多分サングラスがいけないと思うんですよ。サングラス飛ばしたらガーンっていきますけど、ね、そうか、はい、うん、じゃあ飛び込め早く。分かりました。今回俺がめっちゃ悪いもんやってない。そんなことないですよ。飛び込めとか暴言の悪い、それは代弁してるだけですから。悪役やらされてさ、ちゃうちゃうやってよたまには。ああこういうお前の段階知ってるそれを違うんですか。お前出てくる息ぐらい飛び込まんかい。ちゃちゃちゃ言い方もまたわざとらしい。何ですか、うん、慣れてないもんね。言い方としては今すぐ全裸なんて飛び込めんっつって。ああ動画で撮影したんだよっつって。あ難しいな僕、うん、そういうキャラじゃないんで。すいませんごめん。これカットだな。こんなん俺のイメージ悪くなる人だから。めちゃめちゃ高橋やっぱりあいつ二枚舌でパワハラセクハラパワハラセクハラの高橋の有名だっつってさ。だってカメリーに対して今すぐ服を脱いで飛び込めとかさ。それはダメですね。ごめんなさいカメリン。いやカメリンが綺麗すぎてそういう言葉が出ちゃうんですよ。仕方ないですね。はい、すいません。はい、罪ですか。罪、本当に申し訳ないです。カメリン、どうよ、うちの声。もう、この声さんたちは本当に皆さん、今の子も素晴らしい声です。ねね、とても綺麗な声。綺麗な声だよね。声です。わお。カメリン、サングラス。ということで今日は茶会山本さんとちょっと2人距離近くな い, いや狭いんですよ。狭いです。本当、まあ、近くもいいですけど。いや、うん、ちょっともうマジで自分ら不倫してない。距離が近いんだけどなこれごめんね。あの視聴者うちね世界最高アクアリウムっつってあの錦鯉とか見に来てんのよ。あの2人のひちゃつき多分興味ないんだけど、まあ、特別会いいよね、まあ、たまには、うん、こっちのチャンネルにもちょっとそうそうそうお邪魔しておこうかなと思って。そうやりたいんで自分が。いやでもねやっぱり俺のダメなことはどんどん注意して。やっぱり俺さもう40超えてくるとやっぱさパワハラセクハラしてないつもりが、うん、どんどんやっちゃうんだよね、はいはいはい、だからそれはパワハラですよそれはセクハラですよって現代一個の感覚で俺に言ってほしいのよ、うん、あ分かりました。そうでないとすぐそんなもんカフェになんか AV 出ろだ夫婦全裸になるとか、はい、お前その辺をブロカス大体 NG ですけどね。そうか、はい、じゃあ昭和の時代はそれが OK やったのよ。あですよね、うん、で俺が二十歳の頃はそんな感じだったのよ。うん、うん、だからそういうのはやっぱ俺も注意されて気づいたかなカメリンから。ああそうですよね、うん、気づきは大切です。でもカメリンこのサングラスでキャラ変わったね。そうですね、ちょっとあのアホっぽさが抜けました。そう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 、知的な感じがしてるよカメリン、はい、ただのバカなのにマジでカメリン。あの17たす17って言ったら答えられんかった時俺マジでおいおいおいって。でも答えられますよ。じゃあ17たす18は34。じゃあ17たす18だよ。35。おお正解。じゃあ36たす36は。そんなもん誰だって答えられないですよ。36たす36は36たす126に12たす102。36たす72。カメリン、俺もカメリン、ボキがさ、ボキ何やったボキ、1級とか言うてボキで、ボキで結構メインに持ってさ、ああそうかカメリンと。ほいで、この間バッとしたら17です、17はって言ったら分からんかったやんで。この子いや、ボキは電卓だから、電卓が8たす5は言うて黙ったんだから。だめ、暗算ができないんですね。だから今の子それでいいのじゃないですか。みんなそう、いや、みんなって言われるとそれはちょっとでしょ。じゃあ分かった、カメリン、じゃあこれ最後の質問いくよ。38たす38は76。マジで分かった、ごめんごめん。カメリンが足し算できないことを暴露していた。綺麗でしょ、こういう綺麗、はい、なんかちょっと癒されますね。あ、また食べたか。うん、今日結構暖かいからね、はい、冬の間はね、餌やっちゃいけない、うん、冬の間はね、餌やっちゃいけないのよ。で、今だけちょっとやってみるけど、うん、
食べてたの、うん、いや俺らがねわーわーうるさいから警戒しとる。今日いいよ、あの対談動画だから。恋もちらっと見たけど、あのチャガヤさんとカメリンが別チャンネルで、あのカップルチャンネルで YouTuber になろうとしてて、いまいち人気出ないから俺今日協力してるだけ。うちの世界最強アクアリウムの視聴者が今チャンネル登録うち1000人やで。おー、チーム1000人やで。自分も結構人気あるで。でこの間高橋巨人の方で俺引退先引退放送するって、はい、みんなにからチェアホアしてほしかった。見た俺の引退放送見ました？見た見ろよ引退放送だよ俺が。でみんな今まで長い間10年間ね YouTube 活動でファンに支えながらねやってきて、もう今日でここで引退するぜって引退放送で感動だよ。みんなもう号泣で手紙と電話が鳴りやまないと。でどうしても復活してくれって頼まれて、じゃあ引退を撤回しようかって、引退復活放送したらもうみんなが、日本中の子供たちがもう大変なことになって、知らないのそれ、俺の引退から復活のやらせ番組を見ろよ。あれをあれは壮大なあれだったね。おちゃんが怒りよ、知らんのか怒りだからもう今の YouTube 界のヒカキンとかさ、あれなんも俺のファンやで。そうなんですか？そうだよ。それは知らなかった。ヒカキンとか東海オンエアとかフィッシャーズとか俺のファンやで。おー、あーだから、そうですね、俺が育てたみたいなファンやで、うん、すごい人なんやで俺、すごい人カメリン、みんな育てたんやで俺が、ヒカキン、フィッシャーズ、東海オンエアとかあのあたりとかあとお笑い芸人でダウンタウンで知っとる？ダウンタウン、あの日本のテレビで有名な、そうそう、あれ俺が育ててん。本当ですか？うん、だから、そうだな、30年ぐらい前か、今俺47、34年前に4時ですよだって番組を大阪でやっとったの。で俺がその時に小学校5年生で、その俺がそういう4時ですよだの頃から面倒見たって、俺がファンとしてずっと応援しちゃったんや。だから全部ダウンタウンが成長しても全部俺のおかげ、俺が応援してやって成長して結局ようやくおっと、だからダウンタウンが今世の中出るってのは俺のおかげやで。あとスマップも。そうなんですか？そうだよ。夢がもりもり時代知らないの俺がどんだけ面倒見たったか、スマップを応援しとったの。そう、夜のもう夢がもりもり、キックボール森脇健児のキックボールベースボールの時代から俺ずっとテレビ見てさ、スマップ育てて、うんうん、でもうコンサートとか行ったことないけど、俺がファンで支えて下座座よ、うん、おいでスマップが今あるんやで。だから中居君とかスマップの木村君とか俺のとこ挨拶ないんやで、うん、育ててあげたのに俺は。ダウンタウンも何考えてんのあいつら思わんちょっと思いますよ、でしょちょっとだけ思います、こんぐらいいや本当に俺育てたよ、はい、だから YouTuber ヒカキンはじめ社長とか、あの辺も俺が育てたと思っとるし、でヒカキンの命作ったよ俺、知ってる？もうこれだから最近でしょ YouTube 来たの、あなた。こっちはもう YouTube が動画始めた頃から12年前から YouTube やっとるから、うん、当時10年前だよ、うん、ヒカキンがちょっと有名になっていた、うん、でそこまで有名じゃなかった。でもなんかヒカキン腹立つんじゃねえみたいに叩かれたのよ、うん、その時に俺が出てって、お前らおかしくねえかって、ヒカキン普通に動画作って頑張ってるだけじゃんって、うん、俺相手やるよって、相手なるよって、何いじめてんだよコメントでって言って、うん、ヒカキンの命俺救ったんだよ。あ、そういうのありますよね。あのヒカキンとか、うん、だからあの辺りとか知らんから本人が、俺が陰ながら救っとったこと、バッシングされとる時俺はもう動画で、うん、お前らもうそんなもんにしとけっつって戦ってきたし、だからダウンタウンとかも俺ほんとよしよしで、あの頃から俺からずっとやってたら今があるやん、うん、でスマップだってそうやん、うん、夢がもりもり時代から俺が支えてきたから結局今があるわけやん、うん、ね、だから結局俺のおかげなんよ。そうですね、うん、すごいやろ、幸せですね、うん、はい、こんな動画恥ずかしくて出したくないよ俺なんで笑いもんやん視聴者からまあそうですね、うん、最近俺カミン視聴者からいじめられてないって。そうなんです、ギリケンって言われてる、おかしくない？ギリギリ健常者って言われとんねん、呼んで酔っ払って
ねえ、もう麺穴になっちゃってあれ引退しますっつったらさ、うんうん、人から構ってほしいもんで引退先放送までやっちゃったっつってで俺は茶垣とかあんたらもやれよそれよって言ってんの、うん、で俺がやっちゃってこうやってさみんなからバカにされて恥かいてさやってんだからさ、そったら茶垣だってさ明日さ秋山専務と肩組んで今日で引退しますってさ頭下げて、で視聴者がまあ10人ぐらいが大丈夫ですか何かあったんですかっつって、そしたら次の日にまた動画立ち上げて復活放送で、いやパーじゃなくてみんなが引退する気だったけど、みんながそうやって下支えっていうか止めてくれた、一人でも見たいって人がいるんだったら自分はやっぱりまだまだやりますわみたいな、で視聴者またバーッ喜んでくれるから、そういうスパイスだから味付けですね。そうそうそう、で大切なお知らせじゃなくても大切なお知らせってやらないから、ああカメリン知ってるこれ YouTube あるある、俺一番腹が立つのはさ大切なお知らせってクリックして見てみたらさどうでもいい話だって、画面たどりあれ腹立つよね、わかります、大切なお知らせでなんかどうでもいいしょうもない自分の話だったっていう興味がない、なんか大切なお知らせって言ったらねなんか問題がなんかあるのかなと思うじゃん、見てみたらおふざけ動画でさ、そういうさ嘘つき YouTuber 多いわけよ、まあ、でもそれにそんなやつが人気だったりするんだよまた、そんなやつがチャンネル登録何十万人いたり100万人いたりするんだよ、うん、だからカメリンだってやるべきじゃん、やる、いやいややるか、引退放送で一身の都合上カメリンから大事なお知らせっつってさ、うん、もう一人したら引退しますっつってどんだけの人が止めてくれるか、ゼロ人じゃないですか、そんな人、カメリンのファンおるで、うん、おるおる、だからカメリン、俺がカメリンカーフキックやりまくったあれで怒ってきてるファンが5人ぐらいおるで、うん、俺の大事なカメリンちゃんに腰振ってる石丸芝生とか、うん、この間そこで動画出したやん、あれ石丸さんに襲われてるシーンで丸がバカだからこうやって腰振っとったやんって、ああそうなんだ、何やっとるんやって俺のカメリンちゃんにって、ファンがおるで、あ、うん、俺のカメリンちゃん、俺にカメリンちゃんやで、ね、だからカメリンもカメリン T シャツ作って売りつけて金儲けせないかんやん、それやったら、そうですね、うん、違う、そうですね、アイドルの T シャツを作って、作ったのか、俺がT シャツ作っとるから、カブラ T シャツ使っとるから、あ、ほんであそこでなんか茶垣 TV の T シャツとそういうのどんどん作ろうかって言うんだけど、あ、まあ、勝手に作ってもあれかなっつって、あ、そういう話になってんのよ、全然ありがたいですけど作ろうか勝手に、あ、全然、どんなんがいい、あ、まあ、まあ僕はシンプルな方がいいですね、なカメリンはデザインしろよ、カメリン T シャツ、カメリン T シャツさんいるよ、だからじゃあ俺がこう分かった、じゃあもう勝手に俺が撮影で顔面キャプって、いやめてくださいよ、あ、いいですね、2500円で販売する、3000円にするか、あ、カメちゃんのちょっと高いカメリン T シャツ、アイドルの T シャツってだけ、あ、そのぐらい1枚3000円で売ろうか、いいですよ、ちゃうよ、そのサングラスなんか怖いね、なんか本当ですか、いや今ないんで、今こっちにはちょっとなんか柄が悪くなった感じ、あとおでこ上げてさ、本当ですか、うん、そうそうそう、そのサングラスちょっと怖いかもということで、今回はもう高橋魚師にあげます、これあのね、魚師さんの方に、魚師さんの方に、あの、客層が違った、うん、これアクアリウムの方でね、僕ね、あ、そうか、あの、すごくいい人演じてるんですよ、皆さんこんにちはって言って、はい、で、みんなが不快じゃないような動画を心がけてて、で、高橋魚師の方は、まあ、ほぼありのままでじゃあこっちが深いってことですね、だから本来の俺はちょっと深い、うん、そりゃ深いでよ、カメリンにさ全乱なれとか、あ、まあ、しばきますとか言って、うんうんうん、カメリンに言葉の暴力を散乱して、深いでしょ、それカメリン、深いですわえ、これ、え、これ魚さんになってる、魚さんだよ、これだから世界一の何本目、これ動画、何が大丈夫ですか、こんな動画で、どういうこと、魚さんになって新しく生まれ変わるんですよね、だから何も変わらんよ、俺一枚だっても名前変えただけで、あ、そういうもう意味ないよ、で今回も世界一の美少女と対談したらヤバすぎた結果で、あ、何の話ですかってなるわけ、あ、まあ確かに、なんか一人で視聴者さんでね、あのコメントであったでしょ、どうせ明日にはクソ動画出してるとってよう見とるなあーと思って、いやでもちょっと俺も泣いたって人がいたから、ああ本当にね、そうで、ちょっと悪いことしたなと思って、うん、
あの引退する気はなかったんだけど、うん、そうそうちょっと反省はしてます、うん、その本当に傷ついたならね、はいはい、うん、ただやっぱり構ってもらわんと俺もさすがに、うん、ああ、まあ大切に扱ってほしいですよね高橋さんも、うん、はい、まあチヤホヤしてほしいだけ、はい、ああ、どうすごいですねっていう言葉がないと、じゃあすごいことやらねえかんですね、じゃあもうできないじゃんすごいことできるなんかそういうことできるあなた、いやあの頑張ってる姿ですねやっぱり、そうだね、はい、だからそれでやっぱ俺も褒められんと我慢できんだわよっ、ああ、ああ、そうそう、ああいい感じよ高橋さん、高橋さん、ガッサン、ガッサン、なんかそういうのはなんかでもちょっと照れくさいかなそこまで言われるとわざとらしいこいつらって、うん、はい、いやいや、でもじゃあ、あなたたちからじゃなくて視聴者から欲しい、ああそうですね、ああカメリンもそうでしょ、え、その視聴者からの声が欲しいからそんな YouTube とかで始めたんでしょ、お笑い芸人になったりしてみんなからチヤホヤされてカメリンちゃん面白いみたいに言われたいからでしょ、俺と一緒で、まあそうですね、少なくなると思うそういう下世話な心がねやっぱお互いあるから、でもカメリン可愛いっていう声結構ありますよね、あるね、で俺も好きだしカメリンのこと、はい、正直アイドル的人気はあるありますよね、なんかカメリンは何でも許してくれるし、うん、かといってもうやっぱりもうオーラが違う一般の人とは、うん、ここあったかいんですよね、だからもうカメリンはすごいんだって、すごいですよね、ありがとうございます、そうそうそう、だから俺も本当に見てカメリンこの美少女の顔可愛いよねカメリンは片耳出してる、うん、ただカメリン頭が悪いっていう決定が可愛いことか、そうそうそう、立ち段が分からないってそんなね、頭良くても可愛くないでしょそうそうそう、はい、そうやね、そうちょっと抜け取ることちょっと抜け取るとかカメリンの計算がまたできないから、はい、立ち段分かんないから計算できない、天然の方があるんですよ、計算できないよカメリン、その計算が全部間違っとるんだよ微妙に毎回合ってる合ってる合ってる、ごめんごめん、ということでちょっと僕ばっか喋ったんで、最後にですね、世界一の美少女そしてギョッサンとして生まれ変わったけど、はい、釣りまた行きますけどね、はい、また行きましょうよ、釣り今から行く恋釣り、恋釣り夜の12時までできるで、あの川でやる、今日はいいですね、じゃあ来週恋釣りやる俺らで、あ、いいですよ、夜まで行ける、行けますよ、あの仕事終わった5時から10時ぐらいまで、5時間、あ、いいですね、いいですよ、カメリン大丈夫、カメちゃんは帰らないかもね、うん、あのアイドルは、え、アイドルは帰らないかもですよ、それは高橋さんがやるべき、あ、だから、そうだ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 、女っさんがね、そうそう、あ、おじゃす、いや最後に今日練習したあれやってみようよ、あ、カメちゃんの、カメちゃんのあの決めゼリフ、ね、あの練習したやつ、あ、でもこっちのサングラス、あ、そうそう、変えてですよ、こっちが可愛すぎるから、うん、いや最後にカメちゃんに一言言葉をもらって終わろうか、アップで言った方がいい、いや、もうあんまり近寄ったら近寄ったら近寄ったらアップになりすぎてもどうかと、はい、どうぞどうした、ごめん、わしに惚れとるんやろ、お、わしに惚れとるんやろ、いや違う違う、カメリン全然そんな、今ね、さっきちょっと調子乗っちゃったこのこいつ、あ、かわいいかわいいって言ってさ、本当にかわいい気になっちゃったんで、確かにそんなんじゃねえんだよ、言ってない、調子乗ってんじゃねえよお前、あのカメリン、でもカメリンはもう汚れなんだから元から、ね、汚れ役でいこう、汚い感じだから言い方がこうなんだよ、はい、あみんなーよーよーチンピラなんだから貼れとるやろうちにってこれがやっぱり最後のあのこの間のエンディングで使ったじゃん、貼れとるやんだーみたいな、うん、あれ好評だったで、どういうふうに言ってんの、忘れちゃった、忘れちゃった、忘れちゃった、そうか、終わろうかあ、でも長い動画がいいっていう人いたから、いや毎回長い動画ダメですよ、毎回30分1時間にしろって言うよ、本当ですか、うん、それ本当のコアな人ですよね、知らない、長い動画ダメ、いや僕は好きですけど、いやいやそんなもんそんなもんがいい、いやいやいや
いやでも今日はカメリンがやっぱりアイドルとしてさ、うんうん、やっぱり俺もカメリンが押していくことに、押しはカメリンにするわ俺、はいはい、ちょっとサングラス変えてみようか、はい、いいよカメリン、カメリン、カメリン売れるかな、アイドルとして。あ、でもこれでめっちゃ可愛くなるね待って、今まで俺あの猿みたいなさイメージやったけど、どこの猿みたいな、これで結構まともになったわ、カメリン。やっぱ印象変わりますよね。めっちゃ可愛いカメリン、めちゃめちゃ綺麗になったし、うん、あ、綺麗な子なんだなっていう。本来がもともと美形だからな、うん、長い、もう締めましょうか。もう言いたくないんですけどね、もう締めましょうかっていうセリフ。もう締めましょうか。いやいや、あの視聴者からこの辺叩かれとったってね、チャガイはやる気あんだか仕事のって。こっちは1時間のロング動画のろんでるのに、せっかく高橋さん乗ってきたとこで水差すようなこと言いやがってあいつって。それを受けるの、その前にどんだけ長いか分かってないんですよね、みんな。1日と撮ったからね。そうですよ、8時間俺が喋った。そうですよ、ごめんごめん、うざかった。いや、そうなんです、僕は楽しいんですけど、うん、そうそう、それはどうか。あの8時間あったら多分5時間ぐらい俺が喋っとったと思う。そうですね。でみんなには3時間しか喋らせずに、俺が8時間あって5時間俺が喋っちゃう。いや、3時間喋ってないですよ、こっちは。あ、マジ。はい、1時間ぐらいですね、せいぜい。もっと喋ったらいいの。いえ、あのチャガキ TV やってるじゃん、僕たち。はいはいはい。だからカメリンもたまには仲間に入って、もっといろいろ、あ、はい、そうですね、ねえ、はい、あのいろんな楽しいことをね、楽しい絡みをやったらいいじゃん。でもチャガキ TV は結構王道だよね。まあ人が不快にならない。いや、まあそこまで意識してはないですけどね。結構丁寧に撮ってるじゃん。まあ、丁寧ではないですけど、丁寧っていうか不快じゃないような、楽しいからってさ。ああ、はいはい。で結構逆に本当はいい人な俺がさ、悪役になっちゃってさ、はいはい、カメリンに AV に出ろ、 AV に出ろとか下ネタ、パワハラで、高橋はやっぱりクズだっていう、うん、まあいつも僕が言ってるようなことですもんね、それね。そうなんだよ、はい、実はね、実はね、チャカがマジで、はい、クソですもんね、僕。クソなんだよ、実は。あの、そういうことばっかり言ってますからね、言ってる、はい、知ってますもん、はい、そういうの出してから感じですね。カメリン、じゃあちょっと武勇伝とかあったら教えてよ。俺は自分の武勇伝言ったで。今の YouTuber とか全部俺を育ててみたいなもんやでって。 あんたもハッタリ言わな。ハッタリ、そうですね。自分あの学生時代バスケットボールやったんですけど、それで全国大会行きました。そう言うなよ。嘘だけだ。何？嘘だけだ。嘘やろ。カメリン補欠やって。でもさ、俺カメリンさ、知っとる？前さ、映画タガメ撮ったよ。あん時にさ、こんな段差をさ、登れない登れない言って、こんな登れよ言うんだけど、クークーって言ってさ、これ運動神経ないわと。いや、運動神経あるんですよ。あの頃はまだ初めてだったから。あ、そっかそっか。そう、今は女優です。よかった。じゃあカメリンさんには真面目な話ね、いつも俺お世話になってるんですよ、うん、俺のスパーリング相手、あのスパーリング相手もやってもらってる、うん、カメリンとバーバーって、うん、カメリンとの格闘ね、うん、とかやったりとかいろいろやってもらってるんで、本当に感謝です。茶谷さんにも感謝なんでね。あ、すいません。ありがとうございます。じゃあこの後ちょっとカメリンスパーリングを俺とちょっと俺の蹴り、俺とカメリンの あの極真空手ごっこめっちゃおもろいでしょ。あれいいですね。俺もあれ大好きだった、はい、カメリンとおかげ足をつけてさ、極真空手ごっこでお互いでうわーみたいな、蹴りとボディと、はいはい、あの極真空手の試合見たことある？あります、あります。あるよ、カメリン。ないです。ないのか。極真空手ごっこでだんだんお互いエキサイトとして、もう足止めてさ、お互いでボディとローキックともう狂ったように打ちまくって、うん、あれカメリンと俺の極真空手ごっこいいよね。あれいいです。あれ動画にするわ、今からも。いいです、いいです。嫌か。いいです。あの
事務所から NG だけど事務所が NG あそうか、じゃあ知らないわ、うん、そうそうそう俺も結構ね、あのねあのコラボした女性から惹かれることあるのよマジであどうしたもしもしいえ、綺麗な水だよ、大丈夫ごめんなさいカメリンのリスザルみたいな帽子をリスザルってはい、耳かぶってあ、あたし、これダメだこれいかんですよすいません何の話しちゃったっけ極真空手極真空手僕やろうよ、今からいやないですいやだあ、ほんで俺結構さコラボして、今振り返ったらコラボして女性とかにもあれやれこれやれっつって口やがましいって言って嫌がれとったわ、うん、みたいなまあでも監督ですからねあそうそう、映画監督の気持ちだからさ、うんエビやるか知らないです2人でいや俺もマジでさ2人はもちろんプライドがあるからやらんと思うけどさやったら人気出るでなんかないじゃんだって2人とも免許がだから元 AV とか1回2人でさ X ビデオでもなんか MC2 でもその合法的な感じでさ俺が撮影やるから、うん、あでそれを販売するなりさその合法的に犯罪じゃないようにねでもしあれだったら大きいあのダムとかにサイトでやってもいいんだけどジャガイルさんとカメリンさんのそういう営みを俺が監督で全部と撮影するから、うん、でシルダイニョで石村さんも呼んでなでそれ全部撮影して1回出た後にそしたらその後 YouTube 復帰した時にさやっぱ元 AV 女優元 AV 男優っていう箔がつくじゃん、うん、そしたらちょっとあっていうちょっとなんかそれがないじゃん今、うん、っていうことで俺はそれを前から届いてる2人に、うん、事務所が NG です僕はいいんですけど出る彼女の方がちょっとすいません、まあ、僕は僕はもう勝手にテロップで出しててくれていいですよ僕英語言ってなくて宮本で出してくれていいです別に、はい、あ本当に石村君それ話しとったのかな夜中あの男やってもいいっちゅうんだよやばくねやばいっすやばいっす やばくないごめんちょっと今 AV 男優の人を否定してることになったけど普通にあのマスクして顔を隠したらあの出てもいいってすごいですねやべえよ、はいだからあの人羞恥心ないのよ。うん。出てもええよって。ただ今の石丸と石名前としては出たくないけど、はいはい、ちょっとお面が赤の他人としてそうなったら逆にちょっと興味があるぐらい。すごいですね。どうしたカメリン？やばいあやばやばいと言った。いややばいよあいつは。だってカメリンが前さ映画何だっけあれ映画働きたくない時もさ。カメリンが牛乳ぶっかけたらさ口で受けてゴーッとゴクゴク飲んどったじゃないあ知っとるカメリンが牛乳グーッ加えて上から寝とるとこでぶっかけたらさ市村さんがその牛乳をうわーおいしいですってベロベロベロってこのおっさん本当にキモいわって危ないねあの人危ないねアイドルなのにああそうアイドルなのあだったあじゃあカメリンとあれがやったら今度市村さんとその辛みを取ってこうえ、うんすみませんはいもうこれ以上絡んだらまた陰口叩かれるんでですねあのおっさんの絡みが最近うざいとすみませんありがとうございましたありがとうございましたいいよ大丈夫だよまあ優しいわまた言ってくれるまあいい子でこの子はいい対話取れました結構俺も悪者頑張ってよ亀にごめんねさっきいえいえやっぱさあの出演者がいたらさ誰か嫌なやつにならないで俺は結構そのセクハラ親父キャラで売ってるから、はい、引き立て役でごめんねごめんねさ素晴らしい、はい、いや視聴者がさ真に受けることあるからあそうマジでおかしいカメリンをいじめるなって言って俺のとこマジ切れしてくんだよカメリンにカフキックするとかアホガノスさんって本当に女性軽視だみたいなさネタが分かんないからそうネタか本当かそう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 だからさっきのももう俺今回だいぶ叩かれる動画であマジっすかじゃあ僕もちょっと叩かれるようにえ冗談いやカメリンとはちょっと視聴者の人誤解しないでカメリンとはあの極真空手ごっこでさ蹴り合いやってるからさ、はい、あの俺が暴力男みたいになっちゃ うちゃんと打ち解けてからの極真空手でやってるよあの2人で極真空手ごっこ、はい、見ました1回、うん、まあ3割4割ぐらいでお互いに殴り合って、はい、カメリンもだからもう腹もつきまくってこの間左ボディで倒しちゃったんだよ、はい、見てましたうーみたいな悔しいですそうそうあ
あれまでやったら名台詞でしたね、はい、悔しいです悔しいですってドーン倒してあれまでやってやるからな、合法的にやってやるって寒いですね、冷えてきましたね、寒くない、ちょっと温めないな、2人で。どういうことですかそれ、もう無理ですよそんなの、はい、ちょっとチャガイフ今日かっこよくない、あれサングラスカメリン、めちゃくちゃかっこいい、かっこいいね、うん、あちょっと正直さ、うちのあのメンバーなんてカメリンやっぱりチャガイフが一番イケメンだよね、うんうん、ね、うん、あ、うんって言った、そんなことないよ、いやいや、ほんとほんとほんと、高橋さんが一番かっこいいよ、それ分かってる、それ言われるのも分かってる、俺は除外で、俺以外だよ、あそうそう、俺以外だよ、うん、俺はかっこいいの知ってるよ、すいません、うん、だから俺以外で、あの3人だとチャガイフがイケメンだわえ？何？いい加減にしろ。寒いですよ。寒い。ちょっとこういう風にしたら、ちょっと座ってこうやって暖かくなるよこれ。じゃ運動がちょっと運動かってやって。いや早く早く。ああいいねいいね。いいねいいね。わーえちょっとはい、そうどうしたんだよフェードアウト作戦が、あ、そうってあ、そうってあ、一緒合体してうん、ストップいいね、いや今日の撮影楽しかった、俺結構ね、昔から嫌われてきたんだよな、あのディニーズ行ってさ、もう帰りたいっていう友達捕まえて10代の頃から、あいやいやまだいっぱい俺話すことあるから聞きなさいよっつって、はい、ありますよねそういうとこ、朝5時まで監禁するから、はいはい、特に若い頃はそれひどかった、もう最近そんなのいかないけど、もうとにかく黙って俺の話聞いて反論せずにそうだって言えって、それがどんどん乗ってくるみたいな、途中でつまらんちゃっちゃ入れんじゃねえみたいな、え友達相手に、いやできれば、いやそれは無理は言わんよ、途中でつまらんお前の意見いらないからとにかく黙ってそうだって言えみたいな、でどん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 5時間6時間黙って聞かして、もう帰りたいってみんなにきついわマジできついわそれ、いやいや普段は聞くよ、ああたまにね、カメリンと石な、俺今までねいろんな動画作ってさ、自分のナンバーワン動画何、あなたチャガーキ TV でも何でもいい、自分がこれが一番自分の中で思い入れがあるかどうな動画って、あ、うん、旅シリーズですね、どこに、伊豆、うん、はい、高橋さんは、俺はね、カメリンとやったね、あの石の話あれがね、もう1万本近く動画作ってあれが1位だね歴代であれが1位カメリンと石の話して、あのカメリンにいろいろ指導するのが楽しい、わかるかっつって、だって考えてみ、カメリン、じゃあ待って、そのコンクリートの壁にあるさ、これ見てみてよこれさ、カメリン、はい、これ何歳やと思ったの、このコンクリートはいつできた、コンクリート遺伝子レベルでいつできた、築50年とかじゃないよ、そんなんじゃないよ、その石はいつできた、100兆万年前正しい思ってる、仕込んでやる、え、何思ってる、返しが悪いっすね、何がわーはーはーはーって笑うとこじゃないですか、いや正しいよ、俺今洗脳教育してるから、ひどいからね、あの洗脳ってこうやってさ、最近はさ、なんかさ、あのコーヒーを女性にコーヒーついてこいとかさ、あれがさ、もうパワハラに当たるんだよ、ただ俺になってさ、もう会ったらそのカメリンなんと、あ、コーヒーつけーっつって、砂糖丸俺のこの緑入れとけよっつって、わかりましたっつってやってくれるからね、まあ、今のでパワハラはあれだよ、今の大丈夫な子ですもんね、カメリン喜んでるか、そういう喜んでる、すごい言いようですね、何がそうやって言えばもう無敵ですもんね、で喜んでる子と思ってさ喜んでる、喜んでない、あ、じゃああれちょっと嫌なんや今日もあの砂糖ちょっと多めとか、実際嫌や、ね、砂糖ちょっと2杯ぐらい頼むみたいな、あれ実際言えないよ、てめえでやれって思ってますよ、そうそう、てめえでやれって、ごめんカメリン、ごめんやっぱりなんか人間って承認欲求でさ、俺も言いたいんだよ、ただ普段は言わないけど、おいっつって、ちょっとお前コーヒーついてこいっつってさ、なんか偉くなって気するじゃん、おいっつって、でおいちょっとカメリンちょっとコーヒーついてこいよっつって、
で、コーヒーお前、お前コーヒー俺の好み分かってるなっつって、うん、ふーって飲んだら、うん、お前これ違うじゃないなっつって砂糖の量違うぞ、まあ、砂糖少なめだよっちゅうて、クリームもうちょっとこれ5分の1ぐらいにしろって、うん、よしっておーいいじゃないか君は言ってみんなこれねやりたがるんだよ昭和のおっさんって一人あやっぱり嫌やってんのかめに。いやそれは僕じゃないんで分かんないですけどね、うん、砂糖2ついて。いやでもいけないよねそんなに自分でできることをね、あれやれこれやって人に言うの。いやまあプライベートではいけないと思います。でもあのあれなら、いやここが会社だとしたらさ、うん、会社だとしたら良くないよね、うん、でも昔は多分そうだったんじゃないの。そう昔はね、うん、あの女の子はコピー取ってるみたいなイメージやん、うんうん、だってこの間森首相がなんかそういう女性刑事発言で問題になったじゃん。あ昔はそうだったもんね、なんか、うん、女子供はみたいな、うん、でさっき石丸さんのそれでまた向きになったやろ、うん、だったら男の方が偉いんやけみたいなこっちも損しとるみたいな話で何も損しないよお前ちょっと呼んでこようかお前その意見聞こうかあの人結構男と女でなんかだったら男女平等でお風呂も一緒に入らないかんとか変なこと言うとったやん、うん、あれちょっと議論の余地あるで。ちょっと何それ首。いや寒いんですよ。あほん。もう耳が痛くて。こうやってやったらいいよ。いやまたやらなかった。いやいや何フェードアウトしたんやお前。いやいや戻ってもらってうち長いから感じ。あと5分マジ。あと5分だ。あと5分。耳隠していいですか。いいよ。いいよ視聴者これ寝る前に聞くっていう人多いから。ああそうなんです。内容なくていいの。じゃあ歌ってあげない。ねんねんごろりようずろりよ、うん、ねえねえむれねえむれ I have a pen って言ってみ。 I have a pen。 あいいね。カメリ一時英語喋れる撮ったやんこの人。あ英語だ。で喋ってみて英語。 Hello everyone my name is Kamen。 喋れるやん。 How are you?Oh. Oh, I'm fine, thank you. Yeah, good night, good night. Good night? Oh, good night, good night. Oh, good night. Hello. Hello. じゃあちょっと英語喋ってこよ、3人で。Really? Okay, okay. Okay, okay. Okay. Oh. Okay, okay, okay. You, how are you? What? Hello, 14. 14, oh, uncle, uncle, おじさん、おじさん。40. Oh, おじさん。Your uncle?No, not daughter. Your daughter? No. 15? I'm 17. Girl. Girl. 16? No. 30? No. 31? No. 33? No. Down. Okay. Oh, really 18 girl? 18. Yeah, yeah. 18. Forever 18 girl. 18? 18. 18 わからんのかおい。Sorry. ショートバージョン。ショートバージョン。今日と、あ、けいけいが。ゆう、ちょっと英語とわからんな。出てこない言葉。ね、ああ、カメ。Yes. Who are you? Oh. Who are you? And this is Chagai. Yes. Chagai of Yamato. Yes, yes. 中村美希夫。What?Oh, Naga. Top secret. Top secret. Chagaefu Yamato. Yes. Real name. Oh. Nakamura Mikio. Wow. Miki. Miki. Yes. Yamato Miki. Oh, wow. Oh, Miki. Nakamura. Miki Nakamura. Miki Nakamura. Oh. Midorigi. Orange. Top secret. Ah, okay, okay. Yes. Oh, you are. Yeah? You are really name? What? You are really name? No. Really name? Kamelin, no. But. Kamelin. Really name. No, but.
I'm not. I'm. 何？ I'm not name. No name. You are country from where from? Are you country? Yeah, Japanese dream. What? Where are you from? Country? How? I'm from Japan. Yes. Japan. Yes. City. City? Oh. Tokyo? No city. Nagano? No. Who are you? No. Where are you? Okinawa. Really? Yes. Really? Yeah. Oh, liar. ライヤーね。ライヤーガール。そう。沖縄、ノーノーノー。ノーノーノー、I'm 沖縄。うちなんちゅう。沖縄んちゅう。沖縄んちゅう。コールド。おう、ミスターアキ。アキ&マール。何やったらあいつら。スリープ。わお、彼ね、ネガティブ。彼のネガティブはあなたの二人ポジティブに変えてやってくれ。OK。ネガティブ思考。English please。Please。English please。ネガティブ from ポジティブへ。Go go go。マルもネガティブ。Oh, yeah. 全部塞ぎ込んでる。ポジティブに変えてくれ二人のパワーで。パワーとパワー。ポジティブパワー。ポジパー。ポジパワー。Go go 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 go。帰る。はい、お疲れでした。